円とかでも売ってるよ。何匹いくらぐらいするのそれ。安いとこだと1匹、ソロ鍋でスープ作ったのネズミ。ソロ鍋でスープ作らない。さっきの違う鍋。うん、よかっただよね。別々湯煎するのに違うよね。うん、人間が食べるね料理で使う鍋と、うん、ヘビに食べさせるためのその解凍するためのネズミを、そらね別ですよ、別ですよ、大変でしょ。でも今の配信者だったら一緒ですよって言った方が盛り上がったの。分かった。そうここここここな、うん、ここな、そうそこ上げてこ。分かった、うん、今のはもうあのしょうがないからで正直なんで、だからそれだけ、うん、いいついていい嘘とついちゃいけない嘘があるから、うん、今のついていい嘘だったから、ついていい嘘だったの今の。ここ上げてこ。分かった、うん、よかった。でも後で LINE くれればいいから、そういう時はあの、あ、すいません先生一緒の鍋でしたって言って後で LINE で、うん、あのあれは嘘でしたって LINE1 個くれれば安心するから、うん、うん、そういうとこなんで配信会って。分かった。そう盛り上がる嘘はいいんだからね、うん、だんだん可愛く見えてきた。ありがとうございます、うん、ちょっと映んないともうちょっと近く来て、せっかく配信で食っていくんでしょ。可愛く見えてきたって。確かに可愛いよね。可愛い。大阪っぽいね顔の作りが。でも大阪にいそうだわ。関東の顔じゃないね。大阪におりそう。うん、大阪の顔してるよ。ありがとうございます。うん。魔女みたいでしょ。うん、関東の顔じゃないよ。関東の顔じゃない。うん、うんうん、大阪っぽい。なんか友近みたいなんか。気が強そう、ちょっと気強そうかな。うん、気強そう。あ、キングレイナね。あ、分かったが軽すぎる、分かるそれ。分かったみたいな、聞いてんのかお前、分かったみたいな、うん、普通に可愛いでしょ。インスタとかやってないでしょ。 SNS はやってる。やってる。それもプロフィールに書いておかないと、うん、いやちゃんと風呂入ってる形跡もあったから、うん、ただ細かいとこは 目につかない。血液が絶対 A 型じゃないよね。え、何型なの血液は。 A 型本当に A 型。 A 型のさ、その綺麗好き神話が崩壊したよ今。A 型だよ絶対違うよ。 A 型だよ。 B 型でしょ。 A 型。本当に A と AB のから生まれた A 型、うん、A 型って几帳面で有名なんだよ、のあちゃん、うん、分かってる。 A と AB から生まれた A 型。あーそうなんだ、うん、マジか。友達 A 型だけど超汚いよ。え、石川さんが話題出してる？嘘でしょ？嘘だね。マジだ。すごい。言ってる。6300人の前で言ってくれてる。マジか。すごいね。
配信会の神様が、うん、石川のりきさんっているんだけどね、ツイキャスで、うん、話題に出してる今のこと。これ？これを。なんで？わかんない。なんか見てくれたみたい。6000人の前で言ってるよ。嘘。すごいね。やば。それだけ注目されてるってことだよ。すごいね。うん。目に留まったんだよ、だから。ありがとうね、マジで。ありがとうございます。いや、マジで。これ、ノアちゃんのおかげだよ。ありがとうございます。やったぜ！イェーイ！すげえ！見てくれてる。うん、長く配信して頑張ってる。いつも先輩には下からけど、根は真面目だとさ。マジかよ。褒めてないの？どっち？ディスってんの？ふざけんって。まあ、いいよ、でも。話題に出るって相当、そうそうないでしょ、だって。6000人の枠で自爆で、ふわっち主の話題とか出ないでしょ、普通。すげえ。マジかよ。悪口褒め言葉。クソディスられてる。マジで。いやでも話題にしてくれてるだけで嬉しいね、マジで。うん。女口説くため、いや、口説くためじゃないんだけどね。うん。もうちょっとは見てもらいたいね、よくね。違うんだよね。愛がある。ディスラまくり。いや、嬉しい、嬉しいっす、マジで。すげえ話してる。あ、ポンタ、ありがとう。あ、今閲覧すごいから褒めてくれてる。あ、マジか。ノアちゃん。はい。ノアちゃんのおかげだよ、マジで。6000人まで褒めてくれてるよ、今。よかった。話題にしてくれてる。よかった。すげえな、これ。よかった。マジかよ。あ、ふわっち2000人すごいって。セイジすげえって言ってるよ、7000人の前で。マジか。ふわで2000人すごいって。激褒め？マジ？野田の女の子バージョン。いや、これから変わっていくから。ね、のばちゃん、変えていこうね。うん。頑張って。褒めてるよ、マジか。すげえ、そこまで来たな、マジで。褒められて嬉しい。絶賛中。さっき見たけど、めっちゃ褒めてた。すげえ。足元にも及ばないですけど、石川のりきさんっているんだけど、話題に出してくれてる。今、6000人の前で。まあ、7000人いってるから。ふわっちで2000人すごいって、ノアちゃんのおかげだよ。いや、誠司さんがすごいんだよ。いや、ノアちゃんのおかげだよ、マジで。誠司さんがすごいんだよ。いや、ノアちゃんのおかげだって。ありがとうございます。いや、こっちだよ、こっちの方だよ。ありがとうございます。ナーボーも見てる、最近誠司見てる。いや、このキャラクターがあったからだよ。ありがとうございます。のりちゃん褒めてるやん。そうなんですよ、匿名されたし。いや、のりちゃんにその話題に出ること自体も夢のまた夢だったから。せいじ面白いって、マジで面白く話してくれてた。あ、石川さんが来ました、ありがとうございます。一緒にやりたい、絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘、それはないでしょ。コラボなんか絶対してくんないよ。雑談したいって、仙台で声かけるわって、無理でしょ。神様のもって無理でしょ。話しかけらんないよ。
マジ雑談したいって嘘だ。暇な時ステージ見ないよって言ってくれてる。二人で雑談したい絶対嘘でしょ。嘘だよ。なんで声かけなかったの。じゃあ無理だって。大手すぎるって。だって石川さんのそのリアトツ町終わってんのに、あの土田さんが行ったのね、リスナーさんがお土産持ってね。そしたら断られてたのよ。それ見たのね。その後俺が行って神対応したら石川さんが叩かれちゃうじゃん。だってなんで配信者だったらいいのかってなっちゃうじゃん。だそこ気使ったのよ俺。無理だわと思って、あ返されてるわと思って、あリアトツ町終わってんだと思って。あ女のチョイスが最高。褒めちぎっとった。うわマジか。トークある、トーク力あるって褒めてる。パルパルとセージがうまいって。劇場型で面白い。怒られたくないのよ。だからそんなんでさ、すごいね。マッチ見てくれてんだ、すげえな。珍しい。ヤドカリ言われてる。ヤドカリなんですよ。家借りられないんだもんって。あ本当のエンターテインメントだって。いや泣きそう、泣きそうだわ。よかったね。声かけなかったから褒めてると思う。誠実パラパラ絶賛。うわマジか。あ、ノアちゃん褒めてくれてた。ノアちゃんも褒められてるって。そうなの。キャラがいいって。やったー。セイジ特に褒めてた。すごいな。やっててよかったマジで。よかったね。石川のりから来ました。ありがとうございます。捨て頃前から見てた。いや恐縮ですマジで。すごい。泣いて